せ OK。 お手軽運動の動画では保健師と PT が教える運動などを紹介していきます。保健師は市民の皆様が健康で安心した生活を送り、健康づくりや介護予防に取り組めるよう相談や教室などを行っています。乳幼児から高齢の方まで幅広い世代と関わり、積極的に地域に出向いて活動しています。健康診断の後には健康づくりに関してのアドバイスや元気に過ごすためのご提案などを行い、健康増進や生活の質を高められるようサポートしています。 PT とは理学療法士のことです。理学療法士は病院などで病気や怪我の方にリハビリを行う専門職です。地域では保健師と一緒に健康増進、介護予防などの様々な分野で活動しています。高齢の方がその人らしく暮らせるよう、運動機能の維持・改善や生活環境を調整し、健康づくりのサポートをしています。お手軽運動で紹介する動画は保健師と PT の両方の観点から教える運動内容になっています。立ってバランスを整えたり、椅子に座って肩こりや腰痛を解消したりするなど、体の調子を整える運動が盛りだくさんです。練習編では運動の細かい解説をしています。効果を実感するためには鏡に自分の姿を映して、姿勢や体の角度など正しく真似できているか確認しながら動かしましょう。練習編で動きを覚えたら、今度は実践編でリズムに合わせて繰り返しましょう。実践編では練習編で覚えたいくつかの運動を約5分間通して行います。どの項目もお家でできる簡単な運動なので、私たちと一緒に楽しく予防していきましょう。